こんにちは、ライトワークエヴァンジェリストのヒロです。でね、いつもこの僕の動画チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日もですね、あなたのためにツインレイとかライトワーカーとかスピリチュアルについてもですね、役に立つ情報をお届けしたいなと思っています。はい、今日ですね、お伝えしたいのは天使についてですね。天使に対する3つの誤解っていうですね、ことについてお話をしたいと思っています。はい、で天使についてね、ずっとお話ししたかったんだけど、なかなかねタイミングなくって、今日ねようやくちょっとね、ちょっと思うところあって天使についてお話をしたいと思います。なぜかっていうとですね、近日竹内京子先生とね、また新しい対談動画撮ったんですけど、実はそれが地球で天使に転生している人たちについてのメッセージなんですよ。なのでね、まあその前にちょっと天使に対しての理解を深めていただきたいなと思って、今日はまあ転生している、天使に転生しているような人たちではなくて、天使そのものについてですね、お話をしたいと思います。で、このお話をするのは、なんでかっていうとね、僕がまず、そのエンジェルスターシードって言って、スターシード、そして天使のハイブリッドなんですね。でこれはもともと天使の魂を持っていて、天使から宇宙人種になって、で宇宙人種からこの地球に来てるっていうようなですね、プロセスを経てるんですね。で正直言うと今ね、天使の方が圧倒的に活性化してるんで、あまり僕はもうスターシードっぽくない感じですね。でこれは僕が勝手に思ってるだけではなくて、一応これはですね、去年ティリー・サイモンさんの明日あるセッションの時にもちょっとね、明日あるに聞いてみました。僕は天使とスターシードの両方を持ってるように感じるんですけど、どう思いますかってことは、ちょっと明日でも聞いてみたんですけど、その通りですと。はい。で、まあ、非常に稀だけど、そういう人もやっぱりいますと。そして、まあ、あなたは本当に初めて地球に生まれてきたんじゃないかっていうくらい天使そのもので、なんかあなたの周りの天使たちはみんなあなたのことを、兄弟の、なんか人間じゃなくて兄弟と思ってるみたいなことを、ね、言ってました。はい。で、まあそんなこともあってですね、なんか最近本当に僕、あんまりスターシード、ね、他の人たちとちょっと違って、天使としての役割、すごく大事だなっていう思いが強くなってきてて、だからちょっとね、今地球に来てる天使の転生の人たちのサポートもしたいなっていう気持ち、もちろんスターシードの形もサポートするんですけど、思ってて、今後はちょっと天使の話もいろいろしていきたいと思ってます。でね、今日はね、天使のに対しての誤解って話で、ね、スターシードとかエレメンタルよりも圧倒的に天使っていうのはスピリチュアル関係なくみんな知ってる言葉なんですよね。ところがこの天使っていうのはとても誤解をされている存在でもあるって感じるんですよ。はい、なのでちょっとその誤解についてね、お話をね、僕なりに知ってる天使のことについてお話をしたいなと思います。はい、でまずね、一つ前提として言うと、天使って肉体持ってないんですよ。一度もこの肉体を持って転生したことがない存在で、まあね、やっぱ光のなんか、ね、周波数帯としか存在しないで、ね、7次元以上にしか存在しないんですよ、天使っていうのは。っていうのが前提としてあります。はい、でその上でちょっとお話を聞いてほしいんですけれど、まずね、一つ目の誤解のイメージで、天使のイメージですね。で天使ってイメージしてもらうと、多くの方はなんかね、白いローブとかを着た女性で、美しい女性で、日本人じゃなくて、やっぱね、なんか金髪とかの外国の女性みたいなイメージで翼が生えているとか、あるいはこの子供でなんか翼が生えているみたいなイメージをされる方がかなり多数じゃないかなと思います。特に日本ではこういうイメージが強いのかなっていう、海外だとね、男性もっとイメージする人も多いんですけれど、日本はこういうステレオタイプなイメージがあります。で実はですね、この女性とか子供のイメージっていうのは近世ですね、正確に言うとルネサンスですね、の時期に作られたものです。昔の天使ってこんな風に描かれてないんですよ。中世までの時代っていうのはすごいキリスト教の力がとても強くて、教会、ローマ教皇の力ってとても強かったんですね。でただ、なので、その中では結構、こう、あんまり偶像崇拝とかってもね、なく、強くなかったというか、だと思うんですよね。すごく、宗教画とかって抽象的に描かれてたんですよ。ところが、この十字軍の遠征に失敗して、ローマ教皇の力とかすごい弱くなっていくんですね。
で、まあ、各国フランク王国とかがどんどん力をつけていった中で、なんかもうちょっとそのカトリックの支配の中で自由にできなかったっていうところから、ちょっとそれよりも前の時代にアイデンティティを求めたんですよね。それはギリシャとかローマの時代で、もっとすごい人間的というかね、表現とかされてた時代。なんかギリシャ、ローマの神様って人間臭いじゃないですか。そう、やってることは人間と変わんないっていうか、人間よりひどいことをやってるみたいな感じだったりするんで、でもそっちの方にちょっと根拠を求めたっていうのがあって、まあ、それが絵画とかで表現されたのがルネサンスっていう時代なんですよね。で、この時のだから表現すごく変わって、でそれまでのやっぱりですね、中世までのなんかね、同じ聖母マリアと天使を描いてる絵画があるんですけど、その天使っていうのは本当に全然抽象的だったのが、まあ、ルネサンス期の三大画家の一人ラファエルが描いた絵になると、その時に子供の姿になってるんですよ、天使が。実はこれはですね、ギリシャで言うとこの美の女神と言われるアフロディーテですね、このなんか子供とされているエロスっていうんですね。でこれはローマ神話でキューピッドと同一視されてます。つまり子供に羽の生えてるキューピですね。このイメージになったんですよ。あとは女性天使もやったら女神とかのイメージっていうのがやっぱりすごい加えられて、この時代にこういうね、天使で女性とか、こういう子供のイメージっていうのが作られていったっていう感じがあります。だからこれはもう西洋美術史的にね、そういうふうなことはもうちゃんと言われてることなので、僕の独り善がりの見解ではないです。と思いますので、まあ専門家ではないんでそこまで、あくまでもちょっとした知識のお話ですけど、そういうことですね。で、2つ目のですね、やつは、翼。天使の翼です。これについてはね、もうね、天使はね、翼があるかないか論争は、どっちだっていいって話なんですよ。まあ、なぜか、天使は光でしかないから、翼があるかないかっつったら、肉体的にはないし、っていう。僕たちのイメージに合わせて生きてるものって捉えられると思います。で、これは僕の仮説なんですけれど、ユダヤ人ね、まあ、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教に出てくるのが天使ですけど、ユダヤ人たちっていうのは、まあ、パレスチナとかね、その今のエチオピアとかエジプトとかっていうですね、非常に乾燥して雨が降らない砂漠とか多いっていう土地で住んでいたんで、で雲もない、ね、でそういうような、いつも晴れてるようなそういう乾燥した地域なので、なんかね、天使ってなんか上から来るようなイメージがあった時に、なんかその翼がないと納得できないというか、人間の姿で 翼のある姿っていう方が納得しやすいよねっていうこと。やっぱ人間とね、天使がコンタクトを取るときに、そういうで、そういうイメージっていうか、人間が納得しやすいイメージだったんじゃないかなっていう思うんですよ。で、逆に言うとですね、インドとか中国とかね、これアジア、日本も含むんですけど、アジアっていうのはもっと結構雨も多いし、天候変わるとかっていうような世界だったんで、なんか空から来る神様のイメージ多様性があって、まあ、ビシュヌ神とかってガルーダっていう神獣ですね。ガルーダ航空ってもありますけど、ワシみたいなね、鷹みたいなやつですね。あれに乗ってきたりとか、あとはこの、孫悟空です。孫悟空っていうのは、中国では青天大聖っていう神様であるし、その原点はインドのハヌマンっていう猿の神様ですね。そう。で、ね、孫悟空はね、金土に乗っていきますよね。他にも、雷神とか風神みたいな神様も雲に乗りますよね。あと、まあ、仏教画とか見ても、結構、日本とかこうの絵とかだと、なんか、こういうね、仏様というか、菩薩とか、そういった存在って結構雲に乗ってたりするんですよね。だから結構、こう、あとは、あれだ、天女って天の羽衣で飛びますね。みたいに多様性がとってもあるんですよ。日本とかでね、羽があるのがね、天狗からし天狗ぐらいじゃないかなって思いますね。だから、色の多様性があるっていう感じなんですね。これちょっとね、違いが結構地理的なものとかで生まれてきたんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ次ですね。3つ目は、男性の天使、女性の天使みたいな風になるね。結構ね、捉えられてる。まあ、ミカエルだったら男性だとかみたいなね。アリエルとかだったら女性のイメージとかだったりとか、なんかね、あると思うんですけど、
天使はやっぱね、さっきも言ったように光の存在です。はい、光の周波数の違いでしか存在しないので、男性女性の性別は本当はないと思うんですね。で、当然男性器女性器ないです 肉体ないので。 ただ地球人から見ると男性的と捉えられるようなエネルギーを持っている天使と、女性的と思われるようなエネルギーを持っている天使っていうのがいるっていう感じなんですね。だからそれをやっぱイメージした時に、男性の姿で表現されるか、女性の姿で表現されるかっていうような、なんか違いになっているように感じます。そんな感じなんで、なんかね、天使のイメージ、今、一般的なイメージとだいぶ違うかなと、いうふうに思ったりもします。で、まあ僕はね、天使ってどういう存在かって思ってると、まあ、天使は神の、ね、使い、御使いって言いますけれど、創造主、神様っていうのが、やっぱり自分自身で宇宙で行動できないので、それを代わりにする神の代理人なわけですね。で、よくお客様に僕が天使のことを説明するときは、こういう言い方をしてるっていうのがあるんですけど、神の公共事業を進める天界の公務員って言い方をしてます。はい、そうそう。このね、神の公共事業っていうのはこの宇宙創造です。宇宙創造して、そこの中で魂とかがね、進化をしていくっていうこと。で、その進化した経験値が全部その創造主、源の存在の経験とかなって、その源の存在が成長するっていうことでもあるんですけれど、ね、その時の、それをね、神の公共事業って呼んでるんですけれど、まあ、それをやるための天界の公務員なんですね。イメージですね。なんか、だから、天使っていうのはすごくその中の、なんかシステマティックなところもある。天使はね、肉体を持ったことがないので、その宇宙人種とかアセンデッドマスターと違って、人格っていうの名残もないんですよ。もともとないからですね。だからちょっと僕はね、天使って AI みたいって思ったりします。結構そういうプログラム的に 生きて動いてるというかですね。だから、なんかね、天使の転生の人ってね、結構頑固な人多いんですよ。 そう、まあ、ちょっとね、天使の転生についてはまたね、別途お話をしたいと思うし、ただ、天使っていうのは、僕らがこの宇宙で、この宇宙全体もそうだし、この地球もそうですけど、で、霊的な成長っていうのを進めていくために非常に大きな役割をしているし、見返りっていうのは本当に天使たちは一切求めないわけですね。本当に奉仕、地球で言ったら奉仕って言葉に当たるような感じで、僕たちの成長っていうことをすごくね、サポートしてくれている存在で、非常に大切な存在でもあるなと思うんです。で、そんな感じで、ただ天使だけだとサポートしきれないので、ちょっと地上に生まれてくるっていう選択をした天使たちがいて、まあ、それがまあ天使の転生の人たちみたいな感じなんですよね。で、僕もそこには入ってくるんですけど、で、こいつら人たちがですね、やっぱ結構苦しんでいるっていうこともね、ちょっと地球とその宇宙違うし、特に宇宙人種よりもさらにかけ離れてるのが、地球人とかけ離れてるのが天使なので、天使の人たち、転生の人たち、ものすごい苦労とかもしています。だからちょっとね、そういう方たちに向けてね、竹内京子先生との対談動画で、地上の天使たちへのメッセージっていう動画を撮りましたんで、ちょっとそれをぜひ、なんか天使に興味ある方、もちろん天使の転生の方もいらっしゃるし、そうでない方もいると思うんですけど、ちょっとでもね、天使という存在に、ね、気づいて知ってほしいなって思うので、その動画、近日アップしますので、ご覧いただけたら嬉しいです。というわけで、今日はですね、ちょっと天使に対してついてですね、ちょっと誤解を解くというか、まあ、天使のね、いろんな見方っていうことについてね、お話をさせていただきました。何か気づきとか学びになることがあったら、ぜひね、コメントとかね、高評価ボタンとか押していただけると嬉しいです。あとはぜひチャンネル登録もお願いします。それからですね、天使の転生の人たち、もちろんスターシルとかもそうですけど、やっぱライトワーカーです。ぜひですね、そういった人たちにも本当の意味で真のライトワーカーに覚醒してほしいので、無料のメール講座をね、提供しています。概要欄のところにリンク貼ってあるので、ぜひですね、登録して読んでもらえたら嬉しいと思います。というわけで、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。